ギガビットイーサネットは1ギガビット秒の使用のイーサネットの規格5배と表記されることもある2010年の現在では1000ベース T が最も普及している長年にわたって15배の速度が個人レベルでは標準となっていたが2018年頃より2.55倍15倍環境を実現するナズやハブ PC カードなどが低価格化してきておりボトルネックになっていた 乱速度が個人レベルでも数倍に高速化することが予想されている。Gigabit Ethernet は IEE802.3Z、e、で規定される線、ベース Base SX、1ベース b a s e LX、1ベース b a s e CX と IEE802.3AB で規定される UTP ケーブルを使う1ベース b a s e T の4つに分かれる。1ベース b a s e CX は特殊な同軸ケーブルを 使うため実際にはほとんど使用されていないので3つと考えてよい。1000ベース SX と1000ベース LX は光ファイバーを使い伝送距離が 5km まで伸ばせるので企業の機関的なバックボーンラン回線に使用される場合が多い。1GBps のイーサネットでは元のデータが短い場合はキャリアエクステンションと呼ぶダミーのデータをつけることで 512バイトイコール4096ビットまで長くして 100Mbps と同じリピートハブまでのケーブル長、最大100メートルハブの両方向のケーブル長を合わせて200メートルのセグメントサイズを実現しているイーサネット規格として半二重通信特妻 CD をサポートした最後の企画である実際にはほぼ全二重通信で行われている FTTH 用にプロトコルを拡張した IEE802.3R は実質的に光インターネット接続の主流である。通信帯域、電装効率向上などのためのオプション。ギガビットイーサネットには様々な規格があり、それぞれに長所、短所を持つ。以下に一覧を示す。セン0 0 s t はスループット1ガ b p s を実現する規格。現在、 語辺としては最も普及している。IEE802.3AB として標準化。伝送路として、カテゴリー5以上の UTP ケーブル内の4対8線の、より対線を使用し、各ペアに 250Mbps のスループットを持たせることで 1Gbps を実現する。片方向きの伝送に4対全てを使っているが、 ハイブリッド回路を使用してエコーをキャンセルすることで4体べてで同時に送受信が可能であるため全二重通信である。電圧レベルを5値に分割し1クロックで2ビットの情報を送るパルス振幅変調を使用することで周波数を低く抑えている。センベース T では8バイト194で符号化されている。8バイト194の符号化とは元データの8ビット元を エラー検出ビットを付加して9ビットに直す9ビット化を行い、さらに9ビットのデータを4体のより対戦に、それぞれプラス1.0ボルト、プラス0.5ボルト、0ボルト、マイナス0.5ボルト、マイナス1.0ボルトの5つの電圧の組み合わせに割り振る4次元をシンボル化によって電倉路に喪失する。この符号化によって最終的な信号は 約8 0ヘルツの周波数帯域に収まり、比較的低価格な UTB ケーブルでもなんとか支障なく使用できる。不合化処理によって毎秒1ガビットのデータを8ビットごとに送り出しているために、シンボルレートは1 2 5ヘルツとなる。不合化によって1 0 0 0 v t のように伝送に必要な周波数を下げられる場合もあるが、他にも、 同じ電圧が続くことで受信タイミングが判別できなくなるのを防いだり、エラー検出などに利用するという目的で行われる。1000ベース T では、イーサネット機器同士の自動認識が義務となっており、決戦時にファストリンクパルスと呼ぶ自動認識用信号を送り出して、お互いのスループットや全20、半20を押し合い、相手が10ベース T や100ベース TX では、 ノーマルリンクパルスとアイドル信号というそれぞれの固有信号形式によって判別して通信設定を行うことで介護完成を実現している。センベースティ同士の場合はこの FLP をクロックタイミングの同期の主従決定に利用している。キャリアエクステンションによってクズマ、CD を実現できても余分なデータを送信するのは無駄であるためセンベースティでは フレームバーストと呼ばれるオプションを備えている。フレームバーストは短いフレームを多く送信する場合に合わせて最大8192バイトまでのフレームの連続送信を許して2つ目からはキャリアエクステンションをつけずに送信できる。このオプションを利用したフレームが送信中は他のフレームが割り込めないというデメリットもある。最長セグメント長は100メートル。 季節のツイストペアケーブルとの互換性が高いため、一般にも普及している。企画上、フルクロスケーブルは1000ベース TE 用と1000ベース TX 用で、仕様が異なるため共通仕様はできないが、後述の通り1000ベース TX 機器がほとんど普及していないこと、また普及している機器側で、ストレートクロス自動判別機能を持たないものがほとんどないため、 ごく一部の特殊な例を除いては、問題がない。主な使用例として、家庭用ゲーム機内部のロットが挙げられる。センベース TX 対応のケーブルセンベース TX は、スループット1ギガ BPS を実現する規格。ティア、a 百8 5 4として標準化。伝送路として、カテゴリー6の UTP ケーブル内の4対8000を使用し、上り専用に2対。 下り専用に2体、それぞれ 500Mbps の帯域を持たせることで1、キガ b p s を実現する規格。全20通信が可能。最大セグメント長は100メートル。線ベース T と混同されやすいが、前述の通り線ベース T との信号的な互換性はない。前述のパムコを使用するのは同様である。上りと下りで線を共用しないために回路がシンプルに、 なり、センベースティ t よりも、機器を低価格化できるとされていた。しかし、センベ0ス s t 機器の急速な価格低下と普及により、セン0 0ス t x の価格面での優位はなくなりその、存在意義を失った。対応チップも量産されなかったことから一般的な、NIC やハブなどの対応製品は存在していない。そのため当初懸念されていた、センベ0ス s t とのご表記による問題や、 危機感の信号の非互換問題などは発生しなかった。現在1000ベース TX は規格とケーブルやコネクタ部品の対応表記上でのみの存在となっている。主な使用例として工事用特殊自動車のシステルが挙げられる。1000ベース T1 は車載向き100ベース T1 に対する高速化のニーズに応えるものとして開発された。 IEE802.3BP として標準化。電倉路として UTP、または STP ケーブルの1対2線を使用する。その高速処理速度ゆえに、近年の自動車カーナビのほとんどに搭載されている。センベース c x は電倉路として STP ケーブル内の2対4線使用する規格。セグメント長が25メートルと非常に短かったため。 あまり普及しなかったものの、一部銀行の環状系システムには用いられたようである。センブス s x の光信号と電気信号を変換するコンバータ。2本刺さっているのが光ファイバーのケーブル。上側のコネクタをスイッチ内しはルーターに差し込んで接続する。センブス s x は単波長レーザーを意味し、電走路として光ケーブルを二芯使用する。 波長は850ナノメートルが使われる。光ケーブルはマルチモードケーブルを使用する。IEE-802.3Z、e、として標準化。符号化は8ビット、10ビットを使用。8ビット、10ビットは8ビットの元データをあらかじめ決めてある10ビットに拡張する符号化である。航空機の緊急時の通信に大いに活用されている。セグメント長は550メートル。 センベース LX は超波長レーザーを意味し、伝送炉として光ケーブルを二芯使用する。波長は1350ナノメートルが使われる。光ケーブルはマルチモードケーブル、シングルモードケーブルを使用する。IEE802.3Z、e、として標準化。符号化は8ビット、10ビットを使用。1000ベース LH は伝送炉として光ケーブルを二芯使用する。 基本的にセンベース LX のレーザー出力を高めたもので標準化されたものではなくセンベース LH といっても互換性は保証されない。光ケーブルはシングルモードケーブルを使用する。電送距離10から 70km 程度。電送距離 70km のルのセンベースらもある。さらに出力を高め、電送距離を最大 150km まで拡張したセンベース。 LHB もある。1000ベース ZX は1000ベース LX よりも、さらに長い波長のレーザーを使用する。伝送炉として、光ケーブルを二芯使用する。光ケーブルは、シングルモードケーブルを使用する。伝送距離50から 80km。PDS 型トポロジーの光ケーブルのネットワーク。GE ポン、EFM とも呼ばれる。IEE802.3R として標準化。 FTTH に使われる。下り2490十七メートル、上り2310ナノメートルの異なる波長を使用することで、一芯の光ケーブルによる両方向伝送を実現している。B は双方向バイディレクションから。IEE802.3R、e、で標準化され、伝送距離 10km。規格を拡張し、伝送距離を 40km にした線ベース。 bx40 機器も存在する。http://lan-cables.com/.fullx.html <faced> ありがとうございます。